こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。ミックスの卵パックを買ったんですが、 MS じゃなくて M サイズのやつが S サイズですね。 MS かなと思ったら S サイズばっかりでした。だから S サイズの目玉焼き2個で、 S サイズの卵焼き6個、だから LL で言うたら4個分ぐらいにしかならないのかもしれませんね。で、もやしとキャベツの炒め物、だから昨日とほとんど一緒です。卵ともやしとキャベツと白ご飯の食事が2日続きますね。はい。で、次が肝心の体重ですね。何キロになってるかですね。うわ、また増えてる。うわ、57キロになってますね。これぐらいが俺の今の健康体重なのかな。300g 増えて 57.2、 体重 57.2、 体脂肪率、体重 57.2、 体脂肪率 13.5、 体重 57.2、 体脂肪率 13.5、 基礎代謝1335、大臓脂肪レベル5、筋肉量 46.9、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6 です。はい、もう一度、目玉焼き S サイズ2、卵焼き S サイズ6、キャベツともやしの炒め物、白ご飯、それと多分みかん食べます。親父 の、 あの幼なじみが作ってくれたみかん、美味しいんですよね。水っぽい、あの変な甘さじゃなくて、酸味と旨味がしっかり入ったみかん、美味しいです。今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。